はい、よろしくお願いします。2019年2月の時事問題やっていきましょう。で、今回はニュース、メインニュースの穴埋めが全部で6問。で、プラスでね、6個のニュース、ちょっと今回盛りだくさんなんですけど、まあ少し長くなるかもしれないんですが、ぜひね、お付き合いください。では、まず一つ目のニュースからやっていきましょう。で、これはですね、去年の6月の時事問題でも全く同じ問題、まあ穴埋めをね、やってるんですが、宇宙航空研究開発機構、まあ通称 JAXA です。JAXA ね。は、探査機ホニャララが小惑星ホニャララへの着陸に成功したと発表しました。6月の段階、まあ、先に答えいこうか。探査機の名前が、はやぶさ2ですね。はやぶさ2。で、小惑星、惑星です。どこに着陸したかっていうと、リュウグウですね。で、6月の段階、去年の6月は、このリュウグウへの上空に到達したよっていうニュース。で、これが着陸しますみたいな話だったんですが、今回見事に着陸に成功しました。で、まあ、6月の段階で上空に行って、本当は10月ぐらいに着陸予定だったんですけど、そのリュウグウのね、表面をこう調査してたら、思ったように岩石とかが多くてね、そのしっかり調査をして確実に着陸を成功させようってことでちょっと時間がかかってしまったんですが、2月見事に着陸に成功しました。で、今ですね、まあ、そのいろんな調査をするんですけど、その表面にね、弾丸みたいな機械を使って、バーンって弾丸打ち込んで、それでまあ、バンってやると破片が舞うじゃないですか。その破片とかで、例えばその石とか、そういう砂とかを持ち帰れるんじゃないかっていうのにすごい期待されてると。まあ、すごいことなんです、本当に。そう。っていうニュースがまず1個ありました。では2つ目行きましょう。競泳の池江璃花子選手ですね。がホニャララ病であることを公表しました。病名です。まあ、これはね、まあ、知ってる方多いと思います。白血病です。まだすごくお若いね、選手もすごいね、もうすごい選手なんですけど、白血病であることを公表しました。で、まずはね、この病気を治すことが先決になるので、まあ、ちょっとね、競泳から離れてってことになるんですが、まあ、このニュースが大きくなったことによって、今、骨髄バンクだったりとか、あとはまあ採血とかね、まあ、そういうことがすごく広まっていて、で、自分もね、この動画撮った時に、骨髄バンク登録しましたって言えたらよかったんですけど、まあ、現実まだ悩んで、ちょっとね、申し訳ない。悩んでる段階で、まあ、おそらく、骨髄バンク登録するとは思うんですが、まあ、本当に白血病だけではなくって、いろんな病気がこのようにあります。まあ、自分も持病をちょっと持ってるので、まあいろんな病気があるんですが、まあいろんなことにまず知るっていうことは非常に大事だし、一人一人がそんな関係ないよっていうことではなくって、一人一人が何か行動することによって、それによって助かる人とか、なんかプラスになる人がいっぱいいることなので、ぜひぜひ、まあ白血病だけのことではないんですけど、まず今回この動画で知らなかった方はぜひ知っておいていただければと思います。では三つ目、アメリカですね。基本的にアメリカのニュース毎回取り上げてる気がするんですけど、アメリカがロシアとの間に結んでたホニャララ条約っていうのがあったんですね。それから離脱することを発表しました。で、これ省略形の方が簡単なんですけど、一応まあ普通に漢字の方からいきます。ちょっと長いんでお待ちください。中距離、核戦力か。待ってくるね。中距離、まあ、核です。まあ、核の問題なんだけど、核、戦力、全廃条約です。で、この、中距離核戦力の部分を、INF というので、INF 全廃条約でも OK です。もちろん楽ですね。楽なんですが、もしね、まあ、省略形で書くならん先生いないと思うんですけど、まあ一応覚えておいてください。で、まあこれはもう中距離、まあその、これぐらいの距離っていうあれ決まってるんですけど、それの核の戦力を、このアメリカとロシアで持たないようにしようっていうが、まあ昔決まったんですね。で、それは条約を持ってたんですが、今回アメリカが離脱すると、もう守らねえぞってわけじゃないですけど、もうそこから出ていくよっていう話です。で、まあ、簡単にここに至った流れなんですが、まあ、ロシアがね、核戦力を持ってると。で、まあ、アメリカのトランプ大統領が、お前ら持ってんじゃんって、それ捨てろよって、持ってこれあるんだから捨てろよって話だったんだけど、ロシアにしてみたら、いや、そんな、それじゃないよ、みたいな。で、話がこう、まとまんなくって。で、アメリカが、そのトランプ大統領が、じゃあ、うちはもうこっから抜けるから、ということになって、で、まあ、亡くなると。で、まあ、6ヶ月後に効果失効するので、効果がなくなってしまうので、条約の。まあ、そこからは一応懸念されているのは、
それは、これがなくなるからさ。じゃあ核がどんどんまあ開発が進んで、そういった世の中に流れとしてなっていってしまうんではないかというのが一応懸念されていることではあります。ではラストですね。アニー賞っていうね、そのアニメに関するすごい有名な、世界的に有名な賞があるんですけど、そこが発表されまして、日本の長編アニメ賞のインディペンデント作品部門っていうところがあるんですが、ホニャララ監督のホニャララっていう作品がなんと受賞しました。もうほんとほんとすごいですね。で、監督。細田守監督です。細田守監督の、まあ見た方もいるのではないでしょうか。未来の未来ですね。が、受賞しました。もうほんとすごいですね。はい、というニュースでございます。まあちょっと自分はあんまり映画館でね、映画見に行くことがないので、まだ見てはいないんですけど、おそらく、まあ DVD になったら見るかなっていう流れではないんですが、まあ見た方はですね、感想でも書いてみてください。で、これが今回のメインニュースです。で、まあ、青の方のサブ、まあ、サブニュースというか、まあ、取り上げていきましょう。で、ちょっとここからいきます。これちょっとね、流れで、これ光って書いてあるんですが、これ実は監督です。監督、光監督っていう監督がいらっしゃるんですが、この方がですね、なんとベルリン国際映画祭で受賞しました。これすごいんですよね。で、そのベルリン国際映画祭で、パノラマ部門の観客賞なんかね、取った方なんですけど、作品名が、まだね、公開されてないんですね。結構先なんですけど、37 Seconds っていう作品ですね。で、これがすごく話題になっていて、まあ結構先なので、まあ、見ることはできないんですけど、もしよかったら興味ある方は調べてみてください。光監督の37 Seconds という作品です。じゃな。では、向こう行きましょう。まずは制服のリユースですね。まあ、みんなも学生、中学校、高校で制服買った方多いと思います。今ね、まあ卒業シーズンなので、例えば高校に進学する方はこれから、高校の制服、サイズに行ったりする方多いと思うんですけど、制服ってめちゃくちゃ高いんですよ。全部揃えると。まあ多分お父さんお母さん言うと思うんでね、高いわねって言うと思うんですけど、非常に高いと。で、制服っていうのは、まあ高い理由は本当に物がいいんですよ、基本的に。だから、長持ちします。まあ3年間着なきゃいけないからね。3年間着ても、そんなボロボロにあんまならないんですよ。ほんと綺麗な状態で残ったりするところも多くって、まあそういったこともあって制服のリユース、つまりまあまああれですね、人が使ったものをもう一回綺麗にして使うっていうのがかなり広まってます。で、これですね、俺昔、去年かなんかにどっかのテレビで特集されたの見たことがあって、今回は新聞に載ってたんでね、また取り上げてるんですけど、ぜひこういう選択肢があることを覚えておいてください。まだ、数自体は多くないです。制服のリユース。多くないんですけど、学校が、その、中学校とか高校がもう主体になって、うちの学校ではこういうところがありますよと、制服リユース促してますよっていうのをやってるところがあるので、おそらくこれから結構広がっていく動きになると思いますので、まあ、その制服リユース、そういう選択肢があるんだと、しなさいってわけじゃなくてね、選択肢があるんだっていうのはぜひ覚えておきましょう。で、二つ目です。海賊版ダウンロードですね。で、これは、一応書いとくか。著作権法、法律ですね。漢字をね、忘れるっていう。まあ、著作権の法律ですね。著作権法。で、まあ、これは結構みんなにも関係あることで、の改正案が出たんです。まあ、変えようぜって話なんですけど、まあ、いけないもの、その著作権が守られているものをさ、まあ、違法でダウンロードっていうのが日本だけじゃないけどね、まあ、問題になってると。でも、まあまあ、なーなーでやってる人も多分いると思うんだよ、きっと。今でもね、音楽とかもそうだと思うんですけど。で、これがかなりきつくなります。きつくなる。画面をスクショしただけ、著作権があるものをスクショしただけでも問題になるよ、みたいな話になってるので、これはぜひ覚えておきましょう。厳しくなるっていうこと。そして、その知らなかったじゃ済まされない状況が、もしかしたらみんなに降りかかることがあるかもしれないので、ぜひその著作権で守れてるものを違法でダウンロードしたりとか、分かってどういうダウンロードしたりっていうことはしないようにしていってください。で、次がですね、ちょっとこれ新聞見ながらいいですか。これ知らなかったんですよ、自分。ファミマ子供食堂、いや、子供食堂のごめんなさい、子供の子はあれだったね、漢字じゃなくて正しくはひらがなだったわ、申し訳ない。ファミマ、ファミリーマートです、コンビニの子供食堂ね、が、3月から2000店舗で、その子供食堂っていうのをやりますよと。で、まあ、ファイマってイートインスペースがあるところが多いんですけど、イートインスペースで、
子供に食事を提供したりとか、まあ、地域の人が交流する場として、町の活性化を促す、そういった動きをファミマがやっていきますと。で、小学生以上ね、小学生以上だったら保護者の同意がもちろん必要にはなるんだけど、一回約10人ぐらいを集めて、小学生は100円。で、中学生以上ですね、は400円。で、食事を提供しますと。いうのをやっていく。で、まあ、今まで試験的に、まあ、関東圏でやってたんだけど、だいぶ好評だったので、拡大していこうという動きがあるらしいです。まあ、今、学童が不足してたりとかね、そう、子供が集まる場所がないっていう話もあるので、個人的にはこれ結構動き面白いなと思って、広まっていっていた、くれたら、なんかいいんじゃないかなと思って、僕は紹介させてもらいました。多分知らなかった方も多いと思うのでね、まあ、こういうのがあるんだっていうのもぜひ覚えておいてください。はい。で、バスケの男子ですね。まあ、自分バスケが好きなんでってもあるんですけど、まあ、すごいことなんです。バスケ男子ですね。なんとって言ったら悪い。13年ぶりにワールドカップ出場で、ね、この前決めました。いやー、すごい。まあ、自分ほんとバスケ好きなんですよ。好きなんでね。ぜひ覚えておいてください。まあ、バスケは、どうしても日本はまだまだ盛り上がりがね、他の種目、まあ、サッカーとか野球とかに比べると、まだまだ盛り上がりがちょっと、弱いところがあるんですけど、自分でぜひぜひもっと日本でバスケがね、こう大きくなって、テレビ中継とかから試合が普通にあるようななったらいいなと思ってるんですけど、まあぜひ覚えておいてください。で、最後ですね、バーゼル条約っていう、少しちょっとマニアックな内容になるんですが、これみんなにも関わりあることなのでぜひ覚えておいてください。バーゼル条約っていうのは、有害な廃棄物、まあ、捨てたものね。廃棄物の輸出入です。まあ、輸出したり輸入したりっていうのを規制する条約なの。で、そのバーゼル条約で、例えばね、その輸出したり輸入したりするものに、これはダメですよっていう規制がかかる。で、そこに、廃プラ。これ、廃プラスチックです。廃プラね。これが、まあ、かっこ、汚れたをつけとこう。プラスチックって、まあ、みんなも知ってると思うんだけど、リサイクルができるんですね。それ洋服を作ったりとか、まあ、大事なプラスチックができるものなので、まあ、それをね、こう、輸出入できてたんですけど、その汚れたものが多すぎて、結局、例えばどっかからどっかに輸出しました。でも汚れてるから、それリサイクルできないから、放置しちゃってるみたいな状況が世界的に起きてるらしいの。で、今回バーゼル条約を変えて、このハイプラスチックを輸出入できないように規制しようか、みたいな。話になってると。で、結局、ハイプラが汚れてなければいいわけよ。で、何がまずいかっていうと、例えばね、みんな、じゃあペットボトルで、こう、飲み物飲んだりするじゃないですか。その時に、飲み物が残ってる状態で捨てたりしてませんか？コンビニのとかに。で、まあもちろんね、それもやめてほしいし、あとは、まあ、自分とかもさ、みんなのとかもそうだと思うんだけど、プラスチックをさ、ペットボトルか、をまとめて捨てるところがあると思うんだよね。まあ、うちは火曜日に毎週、2週に1回捨てるわけなんだけど、そういった時に、ちゃんと中身を水で油水で綺麗にして、その周りのね、パッケージもちゃんと取って捨てるみたいな。そういうのが、することによって、こういったことが、そうなんだろう、手間がかからないというか、しっかり、プラスチックからその再利用というか、リサイクルすることが流れができるので、まあみんなに関係あるって言ったのは、みんなが生活する中で、多分もうペットボトルなんて切り離せないじゃんか。全然使うものだと思うから。だからもしね、捨てることとか、みんなが、家庭の中のペットボトルをとか、なかなかやらないかもしれないけど、でもそうやって綺麗にリサイクルするために、みんなが一人一人が協力してやることによって、まあ、循環じゃないや、流れがね、ちゃんとしっかりペットボトルとかのリサイクルの流れができていくので、そういうのを覚えてて欲しいなと思って取り上げさせていただきました。はい、ということでね、ちょっと長くなってしまったんですが、2月、今回はね、こんな感じでニュース取り上げさせていただきました。今回の時事問題はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。